ご紹介いたします。空手競技形女子銀メダリスト清水希容選手です。それでは清水選手からメダルを獲得し一夜明けた感想をお願いいたします。まずは本当にこの東京オリンピックという舞台を開催していただいたこと、そして空手競技がこの東京オリンピックで採用していただいてこの舞台に立てたことを本当に感謝しています。ありがとうございました。結果はやっぱり本当に悔しくて、もうずっと時間が経てば経つほどすごく悔しい思いなんですけれども、でも舞台に立てたことは本当に良かったと思っています。ラジオ局の日本放送の遠藤と申します。本当に私の小さい頃に空手をやってたものとしては本当に昨日の清水選手かっこよかったです。ありがとうございます。で折しもですね、夏休み中ということでかなり子供の方たちも、ご覧になられていたと思うんですが、やはり空手に関して言うと、1億人以上の経験されている方が小さい子たちもいるということで考えると、子供たちにさらにですね、空手を普及させていくということは、この清水選手としても一つ責任というか大きな伝えていかなきゃいけないことだと思うんですが、まずやっぱり子供たちにまずエールをいただきたいのと、清水選手に改めてですね、銀メダルを取られましたけども、一言で言って空手とは何なんでしょうか、教えてください。そうですね、やっぱりこの東京オリンピックに空手が追加されたことで本当にたくさんの人たちに空手というものを知っていただけたなというふうに思いますし、何よりも東京オリンピックに入るまでは私のやっている形という種目をやっぱり知ってもらってはいなかったんですけども、でも本当に昨日の自分の演舞も見ていただけて、そこを通じてたくさんの子どもたちやたくさんの人たちに空手の形というものを知っていただけたことがまず第一歩だなというふうに思っています。これからもまだまだ空手は、パリは外れてしまったんですけれども、これからまだまだこの空手の魅力だとか良さというものを広げていきたいですし、自分自身ももっとこの銀メダルに終わってしまったんですけれども、また世界大会も控えているので、世界大会はしっかり金メダルを取り返せるように頑張りたいなと今は思っています。空手を一言で言うといかがでしょう。そうですね、空手を一言で言うと、やっぱり私にとっての空手は人生そのものだと思っていますし、やっぱり空手の武道というものは歴史がすごく深くて、もうただのスポーツっていうものだけではなくて、本当にたくさんの先代の方たちがこうずっと繋いできてくださった歴史を自分たちが今この型の中で演舞できるっていうことは、自分は本当に生きた歴史だと思っているので、空手は本当に生きた歴史そのものなんじゃないかなというふうに思っています。どうもありがとうございます。決勝演舞非常に、かっこよく見せていただきました。決勝演舞は茶壇ヤラクーサンクーですけれども、サンチェ選手も同じ茶壇ヤラクーサンクーでしたが、本当にやっぱり素晴らしい、両方とも素晴らしい演舞だと思うんですけど、技の思い出について、決勝の技の思い出についてお伝えできればと思います。はい、決勝でさせていただいた茶壇ヤラクーサンクーに関しては、やっぱり私自身も初めて世界大会を取った時も含め、連覇した時もやっぱりこの型でずっと勝ってきましたし、大事な舞台ではやっぱりこの型で戦ってきたので、私にとっては本当に戦友のような、そんなような思いでいつも戦ってきた方ではあるので、すごく愛情を持って稽古にも励んできましたし、もうこの東京オリンピックでこの型を打てたことが本当に私は良かったなというふうに今思っています。ありがとうございました。実際にこの型っていうのを初めて見た方も多いと思うんですけれども、こう見ていても率直にただ単純にかっこいいなって私は思ったんですけど、そういったこう反響とか周囲からの声っていうのは実際に届いてたりしますか。そうですね、たくさんのメッセージをいただいて、自分の知り合いもそうなんですけれども、その周りの方たちからたくさんメッセージをいただいたというお声もいただきながら、やっぱりこう空手を初めて見て、すごいこうかっこよかったとか、すごいスピードがあったとか、そういうふうに、見ていただけたのはすごく嬉しいですし、まずは初めて見てくださった人たちの目に触れれたことが私は何よりも良かったなと
というふうに思っています。ありがとうございます。昨日試合後にここまでしんどかったという言葉がありましたが、それでもここまで頑張ってこられた原動力は何でしょうかというご質問です。お願いいたします。そうですね、やっぱり勝つということもすごく経験させていただいた時期もあったんですけれども、東京オリンピックが決まってからは負けることもすごく増えてしまって、そういう時期がすごく辛くしんどかったんですけれど もう本当に空手自体も離れたいと思うぐらいしんどい時期もあったんですが、何よりも本当に近くで支えてくれている家族だとか先生たちだとか、本当にたくさんの人たちが常に自分に寄り添って支えてきてくださったおかげで、自分はあの舞台に立つことができたなというふうに思っています。ありがとうございました。他にご質問ございますでしょうか。連日通信社の赤井と申します。本当におめでとうございます。先ほども何度もおっしゃっていらっしゃいますけれども、日本で初めて新種目としてあの採用されるということで、この日本で初めてこう世界に向けてオリンピックの場でこう参加しなされるので、この日本で行われたという意義を教えてください。それから今後の課題は、パリでは残念ながらあの参加なかったんですけど、今後の課題もありますか、教えてください。そうですね、やっぱり日本武道館っていう舞台は自分自身もすごく小さい頃から憧れていた舞台でしたし、あの舞台は自分にとって昔から本当に特別な舞台でもありますし、武道をやってる人たちはみんなそこの舞台に憧れて目指している舞台なので、そこでまずは東京オリンピックができたことを本当に嬉しく思いますし、やっぱり日本発祥の空手でもあるので、本当に優勝したかったという思いが何よりも強かったんですけれども、でもあの舞台に、あの舞台でまず自分の演武ができたことは良かったなと思いますし、この悔しい思いはもう世界大会で晴らすしかないと思っているので、3ヶ月後に控えた世界大会に向けて、まずはしっかりとまた稽古に励んでいきたいなというふうに思っています。ありがとうございました。よろしいですか。他にご質問ございますでしょうか。すみません、時事通信の鎌野と申します。銀メダル獲得おめでとうございます。昨日の決勝戦の舞台ではサンチェス選手の演技実際にはご覧になってなかったというふうに見えたんですが、その後映像などで見返されたのか、またご覧になっていたとしたら、どのように感じられたのか教えてください。そうですね、本番も彼女の演舞は見ていませんでしたし、まだ自分の演舞も彼女の演舞まだ映像としては見ていないので、まあ、でも今回は彼女の演舞がどうこうというよりも自分自身がもっと出し切りたかったという、そこの後悔が一番悔しい部分だったので、次の世界大会は今回の予選のように相手を気にせず、しっかり自分自身を超えられる演舞をして優勝できるようにしたいなと思っています。ありがとうございました。追いかけてね、ボロンね。